にちは、こんばんは。ボスコンくんちゃんのくんちゃんです。今日は昨日の帰りにドッグラン行ってきたよ。ルナちゃんかわいいね。そしてミルクちゃん、いつも甘えてくれてありがとう。私のパパやのに嫉妬しちゃうな。今日も元気いっぱいいろんなお友達と遊んできたけど、でも暑かったな。撮影しきれなかったお友達もいるけども、今度はぜひボスコンくんちゃんの動画に出てね。ルナちゃんかわいいね。ミルクちゃんのお尻に入れるの。この日はルナちゃんもいたけど、ルナちゃん撮影する前に帰っちゃった。もっといっぱい遊びたかったな。暑い日でもドッグランに来たらお友達がいっぱい、みんなと元気いっぱい遊びたいけど、夕方になるまで私じーっとしてたんだ。だって暑かったもん。それにしてもこのバケツもうめちゃめちゃおすすめ。だってみんなで飲めんねんもん。このバケツにしたらみんな飲みに来てくれて、なんかみんなファミリー。お前またファミリー言ってんのか。それにしてもそのバケツいいな。ボスコンくんいっちゃいでくださりありがとうございました。この日はいつもの常連さんのお友達以外にもいろんな県外から遊びに来てくださってる方がおりました。しかもなんとボスコンくんちゃんのことを知ってくださってる方がいました。ありがとうございます。いっぱい写真を撮ってもらったり、話しかけていただいたり、動画を撮影させていただいたり、本当ありがとうございます。これからもボスコンくんちゃん365日動画楽しみにしていてください。それにしてもこの日は本当に暑かった。ルナちゃんもめっちゃ暑い。そしてクーちゃん、クーちゃんも可愛いね。もうみんな友達。そしてもっちゃん、もっちゃん初めて会ったけどとても可愛かったです。僕もまたどっくらい行こうかな。行くなら夜がいいな。これからもっともっと日に日に暑くなるかと思います。皆様ワンちゃんの熱中症、飼い主さんも熱中症気をつけてください。確かにな、日陰も限られてるから暑いと飼い主さんも大変やな。ここのドッグランにはワンちゃんたちが飲める水もあるので、我慢できない飼い主さんたちはバケツで水を汲んで飲んでいる方もいます。嘘つくな、嘘つくな。お前誰がお前バケツでお前水汲んで飲んでんねん。そんなん見たことないわ。ドッグラン入り口には自販機もあります。トイレもあります。お腹が空けばパーキングエリアということでご飯もあります。何でもあります。私もいます。何の宣伝してんねんお前。いつもいつも長距離ドライバーの運転手さんたちはシャワーもあるのでシャワーもしております。でももちろんワンちゃんはダメです。今日はこんな感じでクインちゃんメインのトークと可愛いワンちゃんたち出演していただきありがとうございます。以前会った時はかなり小さかったステルちゃんも久しぶりに会うと大きくなっていました。ドッグランに遊びに来るとワンちゃんも楽しい、飼い主さんも楽しい、ワンちゃんたちの成長も見守れてとてもふっくらします。ふっくらしてどうすんねんお前。ほっこりやろお前。ふっくらしてたらお前誰も来ねえわ。いつか鈴鹿ドッグランにこうやって毎回毎回遊びに来てたら、私いつか鈴鹿ドッグランの看板になれるかな。お前看板狙ってんのか。それでいつも鈴鹿ドッグランに遊びに行ってんのか。鈴鹿ドッグランボスコンクイーンちゃん、入り口には大きな私、そして小さいボス君。なんでお前俺の看板だけ小さいね。やめろ。まあせめて同じぐらいにしといてくれ。 Thank you for is watching the video. See you tomorrow. 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 なんで急に英語になんねん。しかもお前それアニーやろ。何がお前 tomorrow tomorrow、 お前アニー飲みすぎやろ。インスタグラムもしているので、ぜひインスタグラム渡辺ボスで検索フォローもよろしくお願いします。みんなが元気いっぱい走ってる。そして黒いラブラドール、以前にも会ったことあるお友達、私が写ってるのかな思ったら、私今日全然写ってないやんか。まあいいやんか。ボスコンクインちゃんはいつでも撮影できんねんから、たまにはいろんなワンちゃん撮影してさ、ドッグランってどんな感じかっていうのをもっともっといろんな方に知ってもらって、いっぱいいろんなお友達が増えるといいね。私がいいな。いやいや、私がいいドッグランなんかドッグランじゃない。あかん、こいつも完全自分中心でドッグランが回ってると思ってる。クイーン、しっかりしろお前、しっかりしろお前。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。明日も夕方の6時投稿しますので楽しみにしていてください。